財布忘れた。マル、5000円貸して。5000円も？ちょっと待って。あー、大きいのしかない。じゃあそれでいい。ユキちゃん、さっきお財布持ったの見ましたわよ。そうだっけ。あ、ほんとだ、忘れたと思ったけどな。そうだ、私もユキちゃんにお金貸さないって決めてたんだ。あー、友達がいのない女。じゃあ10時にエントランスでお待ちしてますわ。カオル子さん、本当に行くの？私関係ないのにな。家で飲んでる方がいいな。ユキちゃん、行けませんわよ。同期のお友達が困っていたら助けてあげるものですわ。マルなんか友達じゃないのに、ただの知り合いなんだけどな。ユキちゃん、ひどい。もういい、絶対お金貸さない。貸してたお金返してもらう。だってそれは全然別の話じゃん。さあさあ、ユキちゃん、行きますわよ。ねえ、どうやって行く？電車？タクシー乗る？タクシー乗ろうか。遅れちゃうもんね。してます。あ、やだ。バカにしてるでしょ。ちゃんと見えてます。寝るんならベッドで寝ればいいのに。それに鍵ちゃんとかけないと不用心でしょ。泥棒とか入っちゃうんですからね。そうなんだけど、こういうだらしない人って大っ嫌いなの。何だったのあれ。だってどうしてあそこにいたの。だってあの人、杉浦さん、大丈夫そうだったのに、何でもできそうでドラマの人みたいだったのに、
どうして、どうして死ななきゃならないの。やだ、何あれ、バッカみたい。兄ちゃん、女泣かすにはちょっと早くねえか。いらっしゃったみたいですわ。お疲れ様ですわ。私たちは準備できてますのよ。アール子さん、だからこのバッグ何入ってんの。死ぬほど重い。腕もげる。あら、マルちゃん、どうかなさいました？そういえば、お手伝いの方はどうでしたの？カオル子さん、バグ重い。もう持てらないよ。漬物石とか入ってんじゃないの？重すぎるよ。カオル子さん、ユキちゃん、ありがとう。でも、もういいんです。帰ってください。まるちゃん、どうしましたの？何でもありません。でも、もうカオル子さんたちには関係ないんです。まるちゃん、ああ、重いって言ってんだろ。聞こえねえのか、この若作りのロリコーバを。ユキちゃん、そういえばこの前、まるちゃんに残業しつけて先帰っちゃいましたわね。私、今思い出しましたわ。明日、残業またお願いしようかと思うんですけど。嘘です、全然重くありません。カオル子さんはお肌ツヤツヤ、おっぱいパーンで羨ましいです。でも本当はすごく重いです。二人とも、もう帰って、お願いだから。まるちゃん、まる、こらてめえ、なんで私がこんな重いもん持たされてると思ってんだよ。いきなり帰れとか言うか。普通わかりましたわ。ゆきちゃん、帰りましょう。帰っちゃうの？もしかして私、持たされ損？仕方ありませんわ。まるちゃんにも都合がありますもの。カオル子さん、
きっとあいつらめんどくさくなってこれからご休憩とかで私たち追っ払ってるだけだと思うよ。だからさ、このバッグ丸に持たせようよ。丸てめえ持ってろよ。重くて死んじゃったら丸の責任なんだかな。まるちゃん、よろしくお願いいたしますわ。君も帰って。ダメ、絶対ダメ、一緒なんて絶対行かない。だって人が死んでるのよ。死んじゃったら、私一人ぼっちになっちゃでも、そんなのダメだから。そんな約束、まだ守ってくれてたの。私のために。どうしよう、私だって私ね、分かってたの。本当は君が王子様だって気づいてたの。ずっと前から。Thank you.
どうしたんだろうね。誰もいないなんてすごく不用心。泥棒とか入ったら警備の人たち怒られちゃうよ、後で。あれ？ちょっと違う？どうだろう。私休んでる間に模様替えしちゃったとか。あ、そんなことないか。ゆきちゃんの机あそこだし、私の机も大丈夫だし、一緒か。何今の。あれ、何？これ、生き物？何これ。あー、スカート破けちゃう。なんかいたっすよ。あー、穴開いてる。ひどい。お気に入りだったのに。大将、なんすかこいつら。あれだ、雑虫。標本箱とか入ってくるやつ、全然珍しくない。つまんねえ。何この人たち、すごく変態っぽい。雑虫すか。じゃ、撃っちゃっていいっすね。いいんじゃねえの。じゃ、遠慮なく。大将、2匹いるけど、つがいっすよね。オスとメス、どっち先がいいっすか。好きな方でいいよ、そんなの。
大将、なんすかこいつら。ああ、おい、気ぃつけろよ。毒とかあるからな。噛まれると腫れるぞ。ああ、そうすか。大将、メス先の方がいいっすよね。逃がしたら、コッコウンで増えるし。うん、どっちでもいいって。でも、できないよ、そんなの。だって、一人になんかできない。大将、二匹いっぺんに仕留めたら俺ってうまい方すかね。マルちゃん逃げて、もう一人残っていますわ。せっけー、本当に撃ったよこのおばはん。あー、やだやだ、殺人事件の犯人だよ。カオルコさん、帰らなかったの？マルちゃんたち置いて帰るわけにはいきませんわ。ユキちゃん、今何かおっしゃいました？カオルコさんすごい、うまい。やっぱゲーセンとかで練習すんのかなって。あとカラス狙ったりとか。国体の準決勝なら出場経験ありますわ。そこの方、武器を捨てていただきますわ。正当防衛ですのよ。私本気ですわ。ブタ君よ、何寝てんだよ。起きろよな、このバカ。大将、頭割れるみたいに痛いっす。だからよ、いつも言ってるだろ、お前寝すぎなんだって。うわあ、すっげえ変態。まるちゃん逃げて、ここは私たちが何とかしますから。でも私、先ほど冬木さんと電話でお話ししましたの。冬木さんもまるちゃんたちに会いたがっていましたわ。時間に余裕はありませんのよ。だから早く。カオルコさん、何ですの？お言葉なんですけど、さっきカオルコさんが言った私たちの中には私も入ってるんでしょうか？いや、どっちかっていうと私もマルと一緒の方がいいかなとか思うんだけど。ダメですわ、ユキちゃんはこっちですのよ。そうじゃないと私が一人になってしまいますわ。でもカオルコさん、早く冬木さんがみんな教えてくださいますのよ。でも、私たちだけ。そんなのは気になさらないで。うわぁ、気にしてほしいけどなぁ、私的には。冬木さんを探すんですのよ。なんか変じゃない？あれ？どうしたの？冷や汗かいてる。
今の何？何だったの？あ、ここ、冬木さんのオフィス。冬木さんいるかな？どうしたの？あ、待って！ダメダメ、ここは私が開けなきゃ。だって私職員なんだから。失礼します、総務二課の丸藤です。どうしたんだろう。だってあの人泣いてるよ。大丈夫ですか？お体悪いんですか？よかったら、医務の係の人呼びますけど。あ、ダメだ、誰もいないんだった。どうしよう、警備室に電話して救急車呼んでもらった方がいいかな。あ、でも警備員さんもいないんだった。そっか、じゃあ自分で電話すればいいのか。ちょっと待ってくださいね。今119番かけて。言われました？うつきが言ってしまった。でもあの子を閉じ込めたのは私だ。たった一人の人間と突き落としてしまった。大丈夫ですか？私はあの子の信頼に
甘えて、みんなを救うためだったけれど、あの子一人犠牲にして、でもそんなのみんなじゃない。と美月がいてくれなきゃみんなじゃないのね。むつきちゃんって子を探してるんですか？ゆきさん、いるの？あ、ふゆきさんのお知り合いなんですか？私たち、今ふゆきさんのとこ行かなきゃなんないんですけど、一緒に行きます？でも、むつきは私がいてあげないと。本当の一人ぼっちになっちゃうから。そうよね。あの、私たち用事があるから、また後で来ますね。で、もし具合悪かったりしたら、救急車呼んじゃってくださいね。でもね、ちょっと考えてみたの。ここのガラスってね、災害対策用に割れないガラス使ってるのよ。ほら、地震とか火事とかでガラスの破片が一番危ないのね。だから去年すっごい予算かけてガラス総特化した。ゆきちゃんなんかね、ライターとかぶつけて割れないって喜んでたもん。だからね、さっきの音って変だと思う。あれがいるの？そうなんだけど、ちょっと足がガクガクって。ここどこだろう。私来たことないけど。ここ、どこ？役所の中にこんなとこあるわけないのに。何これ？
ああ、君たちも来たんですね。あ、冬木課長。私、総務二課の丸藤君ですね。今さら自己紹介の必要もありませんよ。もちろん、そちらの君も。人は自分の力を実際以上に錯覚しがちなものです。私たちもそれを心していたつもりだったのですが、やはりおごりという誘惑から逃れることができませんでした。その結果がこの有様です。言い訳にもならないのは分かっていますが。何でしょうか。ここがパンドラプロジェクトを担当している部署なんですか。内戦とか分かります。まず一つ目の質問ですが、そうです、僕たちはパンドラプロジェクトに携わっていますし、それだけのために働いています。よかった、汚職とかじゃなくて。二つ目の質問ですが、残念なことですが内戦は通じていません。広く知られるべき性質の計画ではありませんので、外部との接触は必要最小限にとどめているんです。そうですね、ある種の危機に対して予防準備をしていると考えてもらえば分かりやすいかもしれません。この場合、危機は可能性でしかありませんし、その情報を提示することは社会を無駄に混乱させると私たちは判断しました。その結果、人には業務内容を話せない部署となってしまったのですが。とても分かりにくいことかもしれませんが、僕たちの世界は一般に信じられているよりもっと脆く曖昧なものなんです。そうですね、明日が必ず訪れるようにある種の情報を集約して統括制御していると考えてもらえば。ちょっと難しくって全然分かんなかったんですけど、だって明日って来ますよね普通。そうですね、そう思ってもらえているなら僕たちの苦労も報われます。うん、そうですか、よかった。残念ながら僕たちはまだあの町を見つけることができずにいるんです。でもパンドラプロジェクトってあの町のことじゃないんですか。正しくはあの町が僕たちの世界を侵食しないように扉をしっかり閉じておくことがパンドラプロジェクトの目的ですね。はい。そう、僕たちは僕たちの世界で暮らしています。あの町が僕たちの世界を侵食した時、何が起きるのでしょうか。何が起きるんですか。わかりません。ただもう以前と同じ世界ではなくなってしまうのでしょうね。はあ、確実なことは言えないと思います。ここまで事態が混乱するとは誰も想像できませんでしたから。何でしょう。
と、私痴漢とかあったりしたんですね。で、そういう人が事故とかで死んじゃったりしたんですけど、関係あります？どうでしょうか。丸藤君はなぜかあの町の情報に接触できてしまったわけですから、僕たちは偶然とは考えていません。あの町の医師が働いているという仮説が現在のところは有力です。町の医師ですか？そうです。あの町が介入することで僕たちの世界が変質するということの良質なサンプルではありましたから。ああ、そうですか。僕たちは彼女を和辻綾と呼んでいます。その名前に何の意味があるのかは分かりませんが。彼女がここまで来てしまうとは思っていませんでした。ただこの程度の被害で済んだのは幸運でしたが。危ない子なんですか？そうですね。あの町と密接に絡み合った存在ですから、危険であることは間違いないでしょうね。でももう彼女は行ってしまいました、あそこから。に任せておいてもいいんだよ。そうですか。そうなんですね。丸藤君ではなかったんですね、綾に呼ばれていたのは。何がですか？では君の判断を尊重することだけです。何？ダメ、絶対ダメ。だって君未成年だもん。だったらもっとダメ、大人がついていかないと。君一人じゃ行かせられない。いいの、もう一緒に行くって決めたから、絶対離れない。あそこに誰かいる。
あなたたちも。私の邪魔をするの。私は私の場所を取り戻したいだけ。もう閉じ込められているのに我慢できない。私は私がいるべき場所を探しているだけだ。いいでしょう。扉が閉まりかけています。え、ねえさあ、結局何だったわけ？全然分かってないんだけどさ。私、カオル子さん、教えて教えて。まあ冬木課長がお話ししてくれたじゃありませんの。私だってよく分かってませんのよ。でも私読んだことありますのよ。あー聞きたくない。どうせわけわかんないんだから。もう頭痛くなってきちゃった。あのですね、江戸時代の人はですね、昔の人だから迷信だよきっと。不幸や災いをもたらす魔物がいると信じていたんですの。その魔物は何の前兆もなく突然やってきて人々を苦しめたり困らせたりするんですわ。病気とか事故とか地震なんかもそうかもしれませんね。それを昔の人はたたり神がついたって言ったそうですのよ。まる、晩ご飯刺身盛り合わせだっけ？日本酒頼んでくれた？うん、頼んだよ。カオル子さん、じゃああの子って。私もよく分かってませんのよ。でもそういう災いが人の姿を取ったものって冬木課長はおっしゃってたわ。でもよく分かんないな。方が人になるって言われてもな。それにあの町だってそうだし。そうなんですのよね。世界は君たちが考えているよりもっと曖昧で脆いものなんですよって課長おっしゃってたけど、実感湧かないんですのよね。まる、太った？キャー、太ってないよ。嘘、見える？見える。カオル子さん、私太った？そんなことないですわ。まるちゃんはぽっちゃりしてて女っぽいですわよ。やっぱりぽっちゃりかな。
私たち上がるよ。わーい、飯だ飯、飲むぞ、いっぱい。こら、マルてめえ、私のお酌じゃ飲めねえってか。だってユキちゃん、さっき私のハマチ取ったし。もぐもぐ。カールコさん、マルのやつね、無実の罪を私に押し付けるんだよ。カニはまだなんでしょうか。お姉さん、お酒なくなった、追加追加。げー、ゆきちゃんまだ飲むの。カオルコさん、なんとかして。まあ、私天狗前お願いしようと思ってますのに。あ、カオルコさん渋いね。おっとな。あー、ずるい。それだったら私もちょっともらう。食べてる？ゆきちゃんはどうなさいましたの？まあ、お酒がもうありませんわ。あ、じゃあ私追加お願いしてくる。そうしてくださいます。はーい、いってらっしゃいですわ。ごめんね、付き合わせちゃって。でももう二人っきりだから。泉でいいよ。うん、今日はそのつもりだから。あー、もうイライラする。頑張っていけ。え、ゆきちゃん、声が大きすぎますわ。あ、やだ、どうして？もう、しょうがないんだから。